ここは、神内神の世界か？お前は通りすがりの仮面ライダーだ。覚えてる。どうも、ひとつの神内神です。今、見てるチャンネルは、神内神！この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。誠にありがとうございます。はい、そして本日全勝全敗でーす。井上正弘です。よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。好，咁我哋由事不宜遲，馬上嚟第一個問題啦。井上さん，以前有唔有嚟過馬來西亞？馬來西亞は僕がそうですね、高校生の時に行ったのかな。シンガポールとマレーシア、はい、こう多分行った思い出があって、その時は観光に行ったのかな、うん、観光して行きました。ただね、なんかずっとバス乗ってたから、なんか思い出がなくて、で、バス乗ってたらショッピングモールに連れてかれてみたいな感じだったから、今回が本当に初めて来たって感じがしている。你對馬來西亞的印象是什麼東西呢？馬來西亞和ペナン。ペナンに今いますけれども、はい、これがマレーシアなんだなと思ってます。素敵な国ですね。想請問一下、井上さんは為何要成為一個演員？僕が俳優になるきっかけは、僕ずっとスポーツやってたんですよ。はい、でスポーツって、はい、感情を隠す仕事だと思うんですよ。ね、ランニングとかするじゃないですか。はい、こうランニングでこう誰かに勝つには、はい、疲れてる姿って見せちゃいけないじゃないですか。疲れないでこうやって疲れてる姿を見せないことによって、はい、勝てると思うんですよ。テニスもやってました。テニスもこうやってこうやってるけど、はい、強い姿を見せるとやっぱり相手も弱くなるから、はい、だからなるべく自分の感情を出さずに、はい、プレーして、はい、野球もやってた。野球もピッチャーやってて、はい、で、すごい疲れてるとか、はい、弱い、ウィークな部分を出さないでずっと生きてるけど、はい、俳優って、そういう弱い部分とかも全部表現する。はい、だから、僕が今まで人生でやってきたことと真逆。あれ、感情を隠した方が良かったのに、あれ、感情を出した方がいい世界。それが仕事なのが俳優だなと思って、はい、最初ね全然できなくて、ね、これをやってみようってなって俳優の仕事を始めたのが最初のきっかけで、はい、でやろうと思ったら気づいたら仮面ライダーディケイドをやってたって感じですね。あ、そうですね、はい、如果当初你も成為演員的話啦、你又會從事哪一行業呢？別の仕事でやりたい仕事全部やりたいことはやっちゃってるから、はい、今からやりたい仕事って言っても別にあまり思い浮かばないんですけど、じゃあ逆に俳優やってなくて小学生ぐらいからやり直すって言ったら、そうだかな、プロゴルファーが目指してるかな。亦都想請問下井上さんは、在拍攝他們的車道的當中呢，有啲乜嘢有趣的事情發生，又有啲乜嘢辛苦的事情發生呢？僕ね、仮面ライダーをやるのに、やっぱり仮面ライダーだからライダーキックしなきゃいけないじゃないですか。はい。だから蹴りの練習すごいしてたんですよ。はい。でも僕当時、格闘技をやってなかったから、こう蹴りをこう高くこうやって、はい、蹴ったら、はい、肉離れしちゃって、怪我しちゃって。へぇー。で、仮面ライダーディケイドの撮影中、はい、1話、2話、3話、はい、全部足上がらない状態で、はい、走るのも歩くのも辛いぐらいな状態だったんだけれども、そんな中撮影をやってたっていうのが1、2、3で、やっぱり嫌じゃないですか、アクションやらせてほしいし、そこからすごいやっぱ練習して、で仮面ライダーの撮影終わった後もそういう格闘技とかを始めて、はい、でちゃんとライダーキックできるようになったって感じ。なるほど。だから自分と並びますね。あ、そうですね、はい、OK、呢個咧有個非常尖嘅問題啦。喺二選一嘅情況之下，請問田老嘅神咧，你會揀嘅係以 Cable 派啊，定係忍者派咧？你哋個客家忍者客家？係。いやー、どっちも悪いからな。どっちも悪いからな。その
金谷司、まあ、まあ金谷司の方はなんかは女性とか殴っちゃうし、陣内の方はそもそもあのねえ、女性食べちゃうし、うーん、どうだろうな、まあ、まあ、かろうじてまだ世界守ってる角や司派かもしれないけど、まあ、演じてて楽しいのは、どっちも楽しいですね、はい、楽しいけど、ジンガの方は何やってもいいみたいな感じなんで、はい、ね、そういう選択肢の幅というか、まあ、広いですよね、はい、角や司よりもさらに自由にしたのがジンガみたいな感じ、はい、そうなんです、悪者だから。那如果呢如果请问编剧同读杀之系一部点样样嘅作品？请问可唔可以有冇同我哋介绍下关于呢一部作品咧？まずね、その、まあ、皆さんどこで仮面ライダーを見てたのか、神の木の神が見たのか分かんないけど、でも、まあ、知ってることはすごい嬉しかったんだけど、あのピンクの特撮アセンティカ F8 ABA6 チサリスっていう作品は、もう全世界の人たちがもうまず YouTube で無料で見てほしいなっていうふうに思うから、はい、だからまずは YouTube で特撮をっていうので、はい、作ってます、まあ、ビリビリでも、はい、ビリビリで特撮、YouTube で特撮っていうか、はい、SNS で見れる特撮っていうのを目指してまず作ってます。なのでまあ番組の長さ、例えば仮面ライダーだったらまあ1話あたり22分から24分ぐらいあるけど、今回は1話あたり大体15分ぐらいにしようかなっていうふうに思ってるし、そうですね、うん、あとは何ていうか、まあ、僕がやっぱり作る特撮なので、僕が思うそのあこうした方がいいなっていう方をちょっと追求していきたいなというふうに思うので、はい、そちらの方もね楽しみにしてもらえればなというふうに思います。はい、はい、問一下啦、井上さん、最後有啲乜嘢想俾呢一個 channel 嘅觀眾啲 message 咧？まあ、僕が今ねやってる GG チャンネルっていうのをやってるんで、そっちの方で、まあ、ピンクの特撮とか、うん、そういう特撮の情報とかを、まあ、上げてますので、まあ、ピンクの特撮始まったらね見てほしいなって思いますし、まあ、この動画のファンの人たちとかここを見てる人たち、このチャンネルもチャンネル登録ぜひしてくださいね。系啦，OK， 所以非常多谢电脑嘅生啦。所以如果大家想知道唔系更多关于佢嘅状况或者系呢一个边度读杀之咧，记得要 subscribe 电脑嘅生嘅 channel， 顺便 subscribe 埋佢 channel 啦。OK， 今日嘅访问咧就到此为止啦。我亦都非常多谢电脑嘅 Mas Hero 生今日接受我哋嘅采访啦。呢一个咧就系送俾电脑嘅生嘅礼物。佢哋话如果你想 present the best， 就系要快呢。そうですね。ちょっとつまらないことですけど、まあ。自作品です。おすごい、はい、細かいね。いや、ありがとう。希望井上さん中意な。 OK、 Thank you。 改めて本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、それではまたね。またね。